終戦から79年を迎えた今日、県主催の戦没者追悼式が前橋市内で行われ、遺族らが県内の戦没者およそ5万人の冥福を祈りました。県主催の戦没者追悼式には県内の遺族ら315人が参列しました。戦争の悲惨さや平和の尊さをこれまで以上に大きな声で訴えていかねばならない。知恵として本県に生活されている全ての方の幸福度を向上させるべく、全身全霊で県政に臨み、愛すべき郷土を平和を享受できる未来へと引き継いでいくことを改めてここにお誓い申し上げます。正午の時報に合わせ、参列者全員が黙祷を捧げ、県内の戦没者およそ5万人の冥福を祈りました。そして、県遺族の会の青木忠明会長が追悼の辞を述べました。私たち遺族は戦争の悲惨さと平和の尊さを孫、ひ孫の世代へと永遠に語り継ぐことをご英霊にお誓い申し上げます。続いて、次の世代を担う若者代表として、太田工業高校3年の川口陸さんと、太田東高校2年の小林しおりさんが、平和な社会の実現を誓いました。私たち若者の力を合わせ、二度と戦争が起こらないよう、そして人々から戦争の記憶が決して失われず、平和な社会が継続していくよう、努力し続けることをここに誓います。遺族の高齢化が進み、戦争の記憶の継承が課題となる中、参列者は平和への誓いを新たにしていました。うちも父親が、ね、亡くなったでしょ。だからそういうのずっと尾を引いてますよね。ね、一つの歴史ですからね、やっぱりきちんと伝えていかなくてはならないと思ってます。私たち子どもが、戦争について、もっと学んでいき、伝えていきたいなと思いました。